タラ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 タタラタあのてててあのなんだっけどういう歌回ってます。あ、すいません。どうも、カンナです。今日はですね、今日オフなんですけど、引っ越ししてからのナイトルーティンというものを今日はやっていきたいと思います。まあナイトルーティンなんてね、カンナのね、ナイトルーティンなんてもう単純なことしかやらないので、なんか普通な感じなんですけど、まあカンナって結構普通じゃん。あ、こんな感じなんだって見てもらえればいいんですけれども、今日はナイトルーティン撮っていきたいと思います。今日オフでちょっと普通にご飯食べたので、まずね、半身浴しようかな。ちょっとだけなんでお風呂行ってきます。カンナ、半身浴するときと普段のそのどんぐらい入る？なんか日によるけど、入るときは1時間ぐらい入ってるよね、うん、1時間ぐらい入ったりするんですけど、まあ気分ですね。汗ちょっと出たな、塩分抜けたなみたいな気持ち的にね、ちょっと入ってるときは入ってるんですけど、今日も半身浴していきたいと思います。じゃあ行ってきます。消えた？あの画面から消えるやつだよこれ。映ってる。半身浴中はね、何 COD なんか急にやりだしたよね、またそう、めちゃめちゃハマっちゃってやってるんですけど、お風呂上がりは何て言ったってね、スキンケアですね。そんな当たり前じゃんみたいな感じで、はい、最近ね、うん、こちらを使っております。おお、何ですかこれ。これね、あの企業からまあいただいたものなんですけど、めちゃめちゃいいのよ。なんか今まであんまりあのスキンケアとかね、そういうなんか何化粧水とかもあんま塗らなかったし、うん、何もやってなかったじゃん、うん、そんなイメージないもんでしょ。だけどせっかくいただいたものなので、ちょっと続けてね使ってみる、見てるんだけど、やっぱね全然違うのよ。あのね、結構乾燥肌なので、私なんかこの辺とかね、この辺とかかさつくんです。で、最近花粉症じゃん、はいはいはい、花粉症なの、はいはい、もう花粉の時期になってからさ、もう鼻がここ荒れちゃって荒れちゃってしょうがないんだけど、これ使ってからね、もうマジで全然違うし、朝起きた時のなんか、朝起きて顔洗うじゃん、うん、時のね、なんかこのすべすべ具合もね、やっぱねちゃんとやってるとやってないで全然違うということにね気づいてしまいまして、最近はこれを使っております。はい、22歳にしてやっと気づいたの。やっと気づきました。大事ですね。23歳です。あ、23歳にして、ね、はい、もう24歳になっちゃいます。そんな年でしたか。はい、もう大事ですね。なのでこれを塗っていきたいと思います。はい、これを手に取って
自分の好きな量を取って。スキンケアやってんだ。最近やってんのよ、ちゃんと。やっぱさ、冬はさ、冬はね、乾燥するしさ、うん、やっぱちゃんとやんなきゃダメだなと思って。おばさんなんでもこれ、うん、なんか韓国で、うん、シカクリームって流行ってるらしいんですけど、うん、それのね、国産のやつで日本人にも合わせたやつなんだって。だからこうね、別にね、なんかクリームってさ、こうベタベタする感じあるじゃん、うんうん、もう全然ベタつかない。へえ。こちらです。なるほど。そう、だから結構スキンケアってかんのもこうベタベタになるの嫌なんだけど、うんうん、これはね結構塗りやすくって、あとはね無添加なので、うん、もうね顔、まあ顔は絶対に塗ってるんですけど、乾燥した時とかなんかちょっと荒れた時はもう全部どこにでも塗れるらしい、このクリーム、うん、体どこでも、うん、だからここの手とかも乾燥してなくなったらこれ。あ、いいね。そんな感じでスキンケアもやっております、最近は。シカクリームっていうんだ。シカクリーム、へー、流行ってるんだって。ほら、メイドインジャパンって書いてあるでしょ。本当だ。あ、いいですね。美容系 YouTuber みたい。そうなんです。ちゃんとね、やっぱりね、気づいたんです。もうね、若くないなとあの、10代みたいに若くないなと。なんでちゃんとこういうのをやっていかなきゃいけない。いや、マジでね、ただもともとそんな肌荒れたりしないんですけど、でもね、やっぱ乾燥肌なんで、うん、めっちゃいい。なんか手とかも今ほら、なんかもう結構良さそうな色してない？うん、いい感じね。はい、で、はい、次はドライヤーです。ドライヤーもするの？はい。もうそのまんま寝るイメージだったけど。そんなことはもうしません。なるほど。ドライヤーをして寝ると寝癖が全然つかないのよびっくり。はい、最近発見したの、それ。そう、あとはやっぱり髪もちゃんといたわらないとね。ああ、なるほどね。髪もやっぱりちょっとそうなんです、美に対してね。そう、そういうこと。ああ、いいと思います。なんでちょっと失礼します。忘れてる？あの、もうやることありません。もうほんとね、あのね、お風呂入ってから寝るまでの時間ほぼないかもしれない。なんかナイトルーティーンってお風呂入ってみんななんかいろいろやるんだろうけど、お風呂入った後はもう秒で寝るので、まあ携帯いじりながらまたねちょっとゆっくりして眠りに落ちると、そんな感じですか。まあね、そんな感じで特に夜はだいたい練習帰ってきて、もう夜その時点で遅いので、お風呂入ったら寝るって感じなんで、今日ももう寝ます。こんな感じです。カンナのナイトルーティーンでした。バイバイ。